浅草だけ行く駐車場です。結構車来てますね。只見沢登山口っていう名前らしいですな。綺麗な沢沿いを木道をしばらく歩いてきますけど、かなり草がボボですよ。入山開始直後から圧倒的な森のスケールを感じます。はい、立て橋、ファンタスティックな橋です。あまり木の板は信用しない方がいいかと思います。こんな感じです。いえ、多分画面じゃ伝わんないんだろうな。サイズ感こんなんです。すごいわ。これより上に水はありません。あ、そうです。すんごい立派。出発から30分ぐらい経ったぐらいなんですけど、結構ですね、おおむね道は良好です。一箇所分かりづらいところがあった以外は。あれ、ちょっと開けた場所は、あれが多分浅草岳の山頂ですね。ここの尾根をひたすら登ってって、あの稜線を山頂に至る、そんな感じですかね。なるほど、ここのポイントは田子倉長雨というポイントらしいですね。控えめに言っても最高ですね。ちょっと左にターンしてみますか。お、設計が最高だな、このスラブ、はあ、やはりこの場所は剣ヶ峰というらしいですね。まあ岩ゴロゴロの峰、剣ヶ峰ですね。大体素晴らしい、うん。鬼ヶ面眺め、頂上まで 1.8 キロ。鬼ヶ面眺め、ひょっとするとその正面のが鬼の面って、うん、素晴らしい眺めですね。さすがにあれが鬼でも全然見えますね。安定的な道だけじゃなくて、こういった森の中の雰囲気も山頂直下にありますね。非常に癒されます。まあ、こんなとこもありつつ、見てこの絶景。さて、目の前かな。まああと小1時間って感じかな。ちょっと読めないけど、そんなもんかな。稜線の高さが揃いましたね。だそうです。左に見える稜線がすごい綺麗。あそこ渡っていきたいな。これずっとあそこ行ったらすごいな、気持ちいいだろうね。うい、山頂まであと 100m だそうです。ですね、これ間違いなく 100m じゃなくて垂直 100m の間違いってぐらい距離ありますね。右手に田子倉を見る、そして正面にようやく何か人工建造物でね、アブをやっつけました。ブヨかな。だけ山頂来ました。いや、最高だな。今前だけに向かってます。おお、なんかすごい綺麗、楽しみ。浅草だけの山頂から前だけの間整備されてますね。
すごい。これが前岳ですね。で、前岳からあれが浅草。前岳は踏み跡がなくてぴょこんと山になってて、でこっち側の日打ちの方をこう見るスペースもないので、前岳方面から浅草岳に向かってますけど、このルートもこう歩いてて気持ちがいいルートですね。浅草岳山頂から見る田子倉と日打ち、チャンスアーチだね。いや綺麗だ。でぐっと右に来て前だけ、あの辺がちょっと草原だよね。とても綺麗で、で日本海と、向こうの方が只見ですね。で日打ち、雲の下が四分津ときて、であそこのぴょこぴょこの左が八海、中野岳で越後駒。よし覚えました、ありがとうございます。すごい。こっちの方にね花畑があると聞いて、聞いてというか山っぽいに書いてあったので、花畑は見つからなかったけど、あれ蒲生岳だ。来るときに登ってきたやつです。3つの山が綺麗に整ってますね。三角形が3つ、いいですね。よし蒲生岳も堪能したのって、田子倉方面に降りますか。この辺がお花畑らしいですよ。シーズンはないのが残念ですけど、そこの鬼の面の尾根沿いに下る道もあるんですけど、下った先でまた元の駐車場には戻るのちょっと無理っぽいので来た道戻ってます。この稜線というか壁面美しすぎ、すごいよ。はあ。そしてこのダム色合いが独特だよね。こう只見の水って他と色が違うんだよね。水の色が850ぐらいから日が当たらない涼しい森ゾーンに入って一気に楽になります。いやいや、に熊の爪痕だって。どれ、これですね。これ、なるほど。じゃあ俺の爪痕ちょっと、これ俺の爪痕標高600なので、あと100ぐらいですね下ると駐車場です。登ってくるときはですね、道に水なんて全然なかったのに、下ってきたら道に水が溢れてて、ですよ、雪解けなのかなこれね。上の方設計まだあったから、はい残ります。おうおう、こんな感じ。あ、飛び込みたいな。絶対気持ちいいぞこれ。はい、帰還、帰還しました。ふう、いやいいお山でしたよ。只見線だ。うおーい、うおーい。最終のあそこ山頂ですからね、山頂見えるんですよ。いやいいお山だった。最高、只見線も見れたし言うことなし。よし。